こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトコマです。はい、ということで、今回なんですけれども、もう早速ね、ダイエット紹介動画第2弾をやっていきたいというふうに思います。ということでね、今回紹介させていただくのはこちら、ジェレミー・ブエンディアのシュレッド・ウィズ・ブエンディア、8週間からなる、2ヶ月間のダイエットでございます。ということで早速ね、もう中身いっちゃいましょう。さあ、ということでね、まずはおすすめ食材を紹介したいというふうに思います。で、ここにタンパク質、炭水化物、脂質って書いてあるんですが、タンパク質はまず鶏胸肉、魚で、赤身肉で、この赤身肉かっこ外国産って書いてあるんですけど、国内産の方がですね、脂質が高いんですよね、外国産のものより。なんでなるべくアメリカ産とかオーストラリア産とか、そういうお肉をおすすめします。で、値段も安いしね。で、全卵、もしくは卵白、白身ですね。であとはホエイプロテインで、炭水化物は玄米、白米、さつまいも、あと果物、じゃがいも、オートミールで、果物はバナナとかリンゴとか、そういうのがいいと思います。あと野菜とかも一応書いてあったんですけど、ここは省いてますね。で、脂質はオリーブオイル、アボカド、あと豆っぽいの、良質な油、あとはもちろん魚食べた時に魚の油とかオメガ3脂肪酸とかありますけど、でオリーブオイルに関しては、基本的に調理に使うと思うんですが、PAM スプレー、パムスプレーっていうやつが Amazon とかで売ってるんですけど、これが結構おすすめです。普通の液体のやつよりも脂質がだいぶ抑えられて、1回 2g ぐらいしか使わないんで、脂質が少ない。で、特にジェレミーのダイエットはローファットなんで、そこでね、めちゃくちゃね、効果的に使えると思います。はい、じゃあここからね、実際にマクロ栄養素決めていきたいと思います。今日もね、もうめちゃくちゃクソ真面目に喋りますが、まずはこちら3大要素、タンパク質、炭水化物、脂質の割合出しましょう。で、ジェレミー・ブエンディアのこの本に関しては LBS 表記、全部ポンド表記で書いてあります。なんでタンパク質ポンド表記の体重 ×1.4、 炭水化物が 1.4、脂質が 0.25 倍ということで、ポンド表記わからない方は、一番簡単なのは Google でご自身の体重、例えば、50キロでスペース LBS って入れると50キロのポンド表記が出てきます。なんでそれで、計算してください。で、例ですね、一応書いておきました。90キロの人だと約200ポンドになるんですけど、そうすると炭水化物が280、タンパク質が280、脂質が 50g になります。なんで結構割合が多いです。で、これがいわゆるベースダイエットっていう、こっからね、どんどん栄養素を落としていくんですが、なんで、最後にも書いてあるんですけど、今回のこの本に関しては、トレーニングをもう週5、週5回、6回結構ハードにもやってる方向けで、有酸素とかも同じぐらいの頻度で入れれる方向けになるんで、初心者の方はこの前紹介したカイグリーンの方をね、見てください。さあ、ではね、ここから実際にダイエットを始めましょう。で、まずは最初のベースダイエット、さっき決めたマクロですね、これを5日間摂取します。で、1日の食事回数の目標は5から7回、要は2時間おきぐらいに分けて食べていきます、さっきのマクロをね。で、この時ですね、もし5日間経っても体重がね、ずっとまだ落ち続けていた場合は、もう5日間このマクロで生活をしてください。さあ、そしてですね、ある程度ベースダイエットのマクロで食べていって、体重が落ち着いてきたらダイエットウィークがスタートします。で、基本的には、炭水化物しか減らさないのがこの8週間ダイエットの方法なんですけど、基本的に、目安としては 25g から 50g の炭水化物をベースダイエットから減らしていきます。で、目標は1日マックスだいたい 400g 体重が落ちるのが目標です。なんで、スピードがある程度ゆっくりでもいいって方は 25g で、結構早くね、短期間で落としたいっていう人は 50g 減らすといいかなっていうふうに思います。で、炭水化物を、合計で25から 50g 減らすんですが、1食でね、25、50ってね、減らすんではなくて、なるべく1食ずつの炭水化物を、ここには8から 16g って書いてあるんですが、少しずつ落としていく。で、合計で全体の食事から25から 50g 減っているようにしていきましょう。そしてですね、このマクロで1週間ほど大体続けていって、体重が約ね、1.5 キロ前後落ちたら、カーボリフィードデーっていうのを設けます。で、ここでですね、カーボリフィードデー、これなんぞやっていうと、普段食べている炭水化物を、大体毎食倍ぐらい食べる、いわゆるカーボアップですね。なんで普通のチートデーとはちょっと違います。チートデーってなんかピザ食べたりとか、チートミールっつって1食だけラーメンにしたりとかっていうやつなんですけど、そういうわけではなくて、普段玄米食べてるなら玄米の決まってるその1食の量を倍にする。なんで、例に書いてあるんですけど、1日の総炭水化物量が 200g なら約400g 1日で、摂取していただく。で、それによって、代謝低下とか体重の低下を、防ぐらしいです。で、もちろんね、カーボリフィードやった後っていうのはもちろん体重は上がります。ただその後またね、だんだんと落ちていって、また落ち始めます。で、それを繰り返していくと、だんだん痩せていくんですけど、もしですね、3日間ぐらい体重が停滞、例えば80キロの人で80キロ2日
2日目80キロ、3日目80キロってなったら、その3日目の80キロの時から炭水化物の摂取量をまた25から50グラム、まあここはその人のスピードとか食べれる量とか、まあその辺で変わってくるんですけど、減らしていきます。でもしそれを減らしてもなお落ちないと、減らしたのに落ちないっていう場合は、あえてカーボリフィード、炭水化物を倍にする日っていうのを導入していきます。はい、ということでね、まあ、以上がジェレミー・ブエンディアのシュレッド・ウィズ・ブエンディア8週間ダイエットの食事の中身になります。まあ、他にもねちょこちょこテクニックとか書いてあったんですけど、まあ、全部紹介しちゃうとね、またちょっと危ういんで、まあ、今回はこんな感じでざっくり紹介させていただきました。でまあこのざっくりっつってもね、まあ、これが基本的にほぼほぼメインなんで、これ通りにやればこの本に書いてあるダイエットに関してはね問題なくできるかなというふうに思います。ということでね、まあ、今回はこの辺で終わっちゃうんですけど、個人的な ebook をまあ3冊4冊ぐらい僕読んだ感想としては、ジェレミーのこの本がね一番ちょっと分かりにくいですっていうよりも、あんまり細かく書いてくれていない。カイグリーンとか、まあ、クリス・バームステッド、次回クリス・バームステッド紹介しますけどは、結構その食事なんで食べた方がいいのかとか、これはどういう風に取ったらいいのかっていうのはもうちょっと細かく書いてあるんですよね。だからジェレミーって、まあ、これで今この本で、まあ、シュレッドチャレンジとかやってるんですけど、ざっくりしててすごい分かりにくいので、本当にねもうジェレミー好きな方か、本当にある程度栄養の取り方とか、まあ、そういうのがちょっと分かっている方じゃないと、でかつハードトレーニングができる、食事分けれる、結構時間に余裕がある方じゃないと、これでねしっかりと絞り切るっていうのは、まあ、個人的には難しいかなっていうふうに、まあ、思います。はい、ということで、まあ、今回この辺で終わりたいというふうに思います。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで、また皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。バイちゃん。